皆さんこんにちは。こんにちは。今日は連続スピン上達法をご紹介したいと思います。早速行ってみましょう。0、2、3、1、2、3、1と2、3、1と2、3。はい、一度踊らせていただきました。今回ご紹介する連続スピン上達法なんですけども、過去の動画にも、同じような連続スピン上達法をアップさせていただきました。それとは別にピボットとピボッティングアクションの説明の動画もアップしているので、もしよかったらそちらも一緒に見ながら今回のこの連続スピン上達法も参考にしていただけたらなというふうに思います。まずはじめによくある症状っていうのをお見せしたいと思います。0、2、3、1、2、3、1と2、3というふうに思っている以上に、なかなか進めなくて、かつ男性と女性がかぶってしまうっていう症状がよくあると思います。0、2、3、1、2、3、1と2、3。踊りづら自分で座って踊りづら自分で座ってはい、今のように、連続でスピンを行った時に、どうしてもなかなかまっすぐ進めないとか、フロアの際をスムーズに踊れないっていう方が多いと思います。今回ご紹介する連続スピン上達法なんですけども、ポイントとしてはエクササイズになります。エクササイズになります。なので、今回ご紹介するエクササイズの、前に一つポイントとして押さえなきゃいけないところっていうのが、先ほども言った通り、連続スピンはピボットとピポッティングアクションっていう2つが、役割分担をすることで成立する、フィガーになるので、そこをまずクリアにする必要があります。今回は、上達法をメインとして説明したいので、ピボットとピボッティングアクションは簡単に説明したいと思います。まずはじめに、今回はナチュラル回転のピボットになります。ピボットというのは、男性も女性も同じです。左足に立った状態、左足の、つま先、ボールですね、ボールの方に立った状態でその場で回る行為をピボットと言います。その場で回る行為をピボットと言います。この時のポイントとしては、左足と右足が、ほぼほぼ一直線というか、人によっては足の付け根をくっつけた方がいいよって言うと思います。絶対ではないですけども、大体この形が作れた状態で回ってあげると成功率が上がりやすいと思うので、ピボットしなきゃと言って回った時に乗っている側の足が止まって、右足だけでこういうふうにピボットしなきゃというふうに進行方向に行ってしまうと、これはピボット成立しないので、しっかりと片足に足を気持ちクロスしているような感覚で回ってあげる、これがピボットになります。続きましてもう一つはピボッティングアクションですね。名前の通りですね、片方の足はピボットしていながら、もう片方の足は次のフィガーへの準備アクションをしといてくださいというのがポイントになります。今であればナチュラル回転のピボッティングアクションは右足になります。男性も女性も右足になります。右足を前進して自分の体重がつま先の方まで行ったらピボットしながら、次の左足は前もって出しておく、はい、これがピボッティングアクションになります。もう一度ピボッティングアクション、もう一度ピボッティングアクション。先ほどのピボットとは違って、ここの足の付け根の部分は
多少開いていいですよってことですね。ピボッティングアクションの時に足をくっつけとかなきゃってやってしまうと、こういう動きになります。これはスタンダードではないと考えていますので気をつけてください。はい、それでは、今のピボットとピボッティングアクションを、実際に組むとどうなるかというと、組んだ状態からナチュラルターンが終わったとして、基本的にピボットは後退している人がピボットになります。なので前進している人がピボッティングアクションになりますね。今の場合であれば男性が左足でピボットをすることで女性がピボッティングアクションを行っています。次、女性がピボットを行うことで男性がピボッティングアクションを行っています。これの連続で、連続スピンというのは成り立っているんですけども、先ほど悪い症状ですね、よくある症状でお見せした通り、かぶってきてしまうとか希望通りの方向に、連続スピンができない方っていうのは、ピボットとピボッティングアクションの役割分担のタイミングが合っていないというのが、大きな、ポイントになってくると思います。イメージしてほしいのは、餅つきですね。餅つき、皆さん、イメージつくと思うんですけど、餅をつく人と、餅をこねる人、2人いると思うんですけど、餅をつく方がどちらかというとピボットで、餅をこねる方がピボッティングアクションというふうに考えてください。餅をつくときは必ず交互に動作を行いますよね。これが2人同じタイミングでやってしまうと問題が発生しますよね。今のこのスピンの連続も同じになります。ピボットを行うことでピボッティングアクションが発生するという考えでいますので、同じタイミングでピボットとピボッティングアクションを起こしたり、交互にやっているつもりでもスピードが違うっていう状態を作ってしまうと、だんだんズレが生じるという状態になってしまいます。なので、今回ご紹介したい、エクササイズですね、エクササイズはピボットする側、ピボッティングアクションではなく、ピボットする側のやらなきゃいけないことっていうのをクリアにしていただきたいなというふうに思います。はい、それでは、ピボットの上達法ですね、それをご紹介したいと思います。やり方的には意外とシンプルです。男性も女性もピボットするのは、右足から左足に行くときにピボットをしなきゃいけないので、動作的には男性も女性も同じになります。で、どういう動きをまず覚えてほしいかというと、今やった通り右足から左足にしっかりと自分の体重がこのように遅れるかどうかですね、こういう動きが重要になってきます。体の高さは低いとこから高いところ、もしくは低いままとか高いとこから低いところ、いろんなバージョンがあるんですけども、今回はオーソドックスの平行で動く感じでいいと思います。ポイントとしては、しっかりと右足から左足に体重移動を送ってあげる、この動きがとても重要になります。はい、それでは今の動きを覚えたら、次はタイミングですね。タイミングというのは、フィガーのカウントではなくて、男性と女性がやり取りをする時のタイミングになります。なので先ほどやった前後運動、これをお互いにタイミングを合わせてやりたいんですけども、ただ向かい合うだけだとどのタイミングでやってるかがちょっとわからなくなってしまうので、男性も女性も右手を男性のホールドのようにちょっと作っていただいて、この手のひら同士で軽く引っ掛け合ってください。はい、全体重かける必要ないです。軽く触れたらちょっと手のひらの間に圧を感じるぐらいで大丈夫です。この状態から、ここからがポイントですね。交代する側、今であれば男性が右足から左足に交代した時に、受け取る側ですね、女性側は前に出なきゃいけないのは間違いではないんですけども、少しこちらの手で引っかかりを感じてから出てあげる、これがポイントになります。
次は女性になりますね。女性が右足から左に下がるときに、男性はちょっとここの、こちらの手で圧を、引っかかりを感じてから出てあげる。はい。このタイミングがとても重要になります。男性がバック、女性がバック。男性がバック、女性がバック。この時にお互いのこの手のひらの間にはちょっとしたプレッシャー、圧力を感じている必要があります。あまり良くないのは男性の体、今であれば男性が下がるんですけども、下がるのに対してこのホールドを置いていくと女性はどのタイミングで前進していいかわかりません。もう一つは下がるのはいいんですけども手の下がる意識のが強い状態。わかりますかね？これを抱え込むとかっていう言い方すると思います。引っ張るとかね。それはなしにして、自分の胸と自分の腕のこの距離感は絶対に男女ともに変えずに、はい。体重移動があるから、お互いにやり取りができる。これが結構重要になってきます。で、受け取る側、今であれば女性が交代するのに対して男性が前進しますよね。この時に来たと思ってすぐにこうやって行ってしまうと分かりますかね。手が離れてしまいますね。これも女性のタイミング、今であれば交代している人のタイミングに合わさずに勝手に出ていくので詰まっちゃうとか回りづらいとかぶつかるという症状になってしまうのでこれも良くないと思いますので気をつけてください。それではもう一度やってみたいと思います。まずは男性女性ともに軽く男性のミニホールドを作っていただいて軽く引っ掛けます。この状態から交代する側の人が引っ張ってあげることで前進する人は引っ掛かりを感じてから出ていきます。女性が交代、男性が前進。男性が交代、女性が前進。女性が交代、男性が前進。男性が交代、女性が前進。この時に常に手のひらの間に圧力を感じている。これが重要になってきます。はい。今の、エクササイズを行うことで、自分が交代になった瞬間に主導権を握らなきゃいけないんだっていうのがだんだん分かってくるようになります。で、今は前後運動でやっていますが、それが多少回ったとしても条件は一緒です。多少このように回ったとしても交代する側の人が主導権になります。組んだ状態から男性が交代、女性が交代、男性が交代、女性が交代、交代する人が主導権を握っているのでこのままちょっとずつ回ったとしても交代する側の人が主導権なので前進する人は待っててあげるというのがポイントになってきます。あまり良くないのやってみますね。あまり良くないのはここから行かなきゃ。わかりますかね？今、交代する女性を待たずに前進するという状況を作りました。これをやってしまうと、被るとかぶつかるっていう症状になってしまいます。今のタイミングが少しずつクリアになってきたら、実際に軽く組んでやってみてください。この場合は男性が主導権ですね。男性が主導権、女性が主導権。男性が主導権、女性が主導権。はい。この交代する側、交代する側、交代する側、交代する側。という感じで、先ほども言いましたが、ピボットする側の人が主導権を握っていますので、ピボッティングアクションする方は、出なきゃいけないのは分かってるけども、引っかかりを感じるところまで待ってあげてから、ピボッティングアクションを行う。これをやってみてください。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回は連続スピン上達法というのをご紹介させていただきました。ポイントはピボットとピボッティングアクションがありますが、ピボットの方が主導権握っていますよってことですね。で、かといってピボッティングアクションの人は待つっていうのは止まっているっていうわけではありません。いつでも動けますよっていう状態から圧力を感じてアクションを行ってあげるっていうのがポイントになりますので、待てばいいんだと思って
ずっとやらないっていうのは一番良くないと思うので、気をつけてやってみてください。ちなみに、昔の先生ほど、スピンは前進と後退の連続だというふうに、言うことがあります。確かにそれは間違いではないです。今回のこのエクササイズも前進と後退の入れ替わりで、ピボット、連続スピンが発生していますので、間違いではないんですけども、前進と後退を本当にまっすぐっていうのだけだと、スピンは成立しないというふうに考えていますので、もちろんカーブするような動作も必要になってきますが、まずはその引いたり、前進したり後退したりってするのをタイミングをクリアにしてあげて、それを行ってあげるというのがポイントになると思うので、今回のこのエクササイズ、ぜひとも練習でやってみてください。それでは皆さん、頑張ってください。